ンストーンズ主導により撮影された、スタジオライブ映像作品、ロックンロールサーカスのため1968年12月11日に一度だけ、結成された、スーパーグループ。ロックンロールサーカスの撮影が決まった際、ローリングストーンズのミック・ジャガーとキース・リチャーズは、ビートルズのメンバーを呼ぶ提案をした。これが結実し、ジョン・レノンの参加が実現することとなった。 一方のジョン・レノンもまた、まだ、ビートルズとして活動中ではあったが相棒である、ポール・マッカートニーとの圧力により、ビートルズでの活動に嫌気がさしていた時期であったため、ストーンズ側からの提案を快諾したという。レノンはこのバンドで初めてビートルズ以外のメンバーと、人前で演奏した。バンド名は当時イギリスで有名になっていた、ブルースバンドのフリートウッドマックにかけた言葉遊び。 1968年12月11日に収録された映像は長い間オクライリとなっていたが、1996年になってビデオとアルバムがようやく発売され、2004年に DVD 化されている。さらに2019年には 4K レストアされて画質等に質が向上した。 ブルーレイディスクと DVD がリミックスとリマスタリングが施されてボーナストラックも追加されたサウンドトラック版2枚とブックレットがセットになった完全限定デラックスエディションとして再発売されたヤーブルースヤーブルーズホールロッタヨーコホールロッタヨーコありがとうございます